柳井県議会議長らは下関北九州道路に関する中央要望のスケジュールとして最後に非公表で組んだのが林芳正官房長官への面会です。傍聴政治9人目の最小誕生をと公言する柳井県議会議長も今日は総裁選への出馬要請はしなかったということです。同席した塩満県議は要請はしなかったもののその雰囲気は出したと話し、官房長官も分かってくれている、必ず出ると自身の手応えを語りました。伊藤博文以降山口県の傍聴政治自由と平和と民主主義この流れを組んでおりますのが林芳正先生ですから、国家国民のために頑張っていただけると願っています。平常心のような感じでございましたけど、まあ、ファイトは持っておられるんじゃないかと思いますがね。これに先立ち林官房長官は今日午前所属する岸田派の幹部らと会談しました。出馬表明については27日に行う方向で検討を進めています。